皆さんこんばんは。ラブピース姫路うららです。これ A タイプの人のラブピースやわ。もうこうキュッて、こうキュッて挟むようなB タイプはこうなるから、こう L がもっと開くからね、あの親指がグッと横に開くというか、これ A タイプの、 A タイプの人のラブピースラブピースちゃうから、刺し棒刺し棒、何でも最近ラブピースに見えるっていう。まあ始めましょう。今日もウララボ始まりますよ。今日はね、ワッペンについてね、ちょっとみんなと語り合おうと思うよ。もちろんお持ちでしょう、ワッペン帳。これさ、めちゃくちゃいいのにさ、あんま見えへんみんな使ってる？ちゃんと私の考案した、考案じゃないな、あの他の人が写真の入れるアルバム帳、これね、本当に写真入れるやつやねん。そのこのギザギザ感が、こうペリペリって剥がすところがギザギザやん。したらさ、こうのり違う、のり違う、のり違うの、この断面図のところにワッペンを貼ったり剥がしたりがしやすいよっていう代物ですよ。なんでみんな持ってへんのかなこれ私やめられへんけどね。大体ね、やったことある人は分かってくれると思うね。このまず両面テープでワッペンを貼ってるんですけど、皆さんそうしてますか？普通こうワッペンって販売してますでしょ。そしたら裏は大体、これは違いますけど、アイロンで貼り付けたら、あの布にひっつくローみたいなのがついてる状態で売ってるわけでしょ。で、それをもちろんアイロンでくっつけてもらえれば、その服にはつくし、洗濯もできてしまうけれど、そしたらさ、ユニフォームがコロコロいっぱいあるのに、ワッペンは全部買わないかんでしょ。だから、ワッペンの裏に両面テープを貼ってもらって、で、ユニフォームに、その日のユニフォームに貼る。投げる。で、洗濯するときに剥がしてワッペン帳に保管という流れをお勧めしてるわけです。で、この両面テープがまた、売ってるさ、よく白と青と赤みたいなやつあるやん。紙用の。あれじゃあ、汗で取れるのね。で、動くから、やっぱり動きにも対応しない。私が使ってるのは、ホームセンター高難で売ってるやつですよ。なんか家具とかにも使えたり、強力なやつ。私は、積水って書いてあるやつ。なんか両面テープのこのほら剥がした方にちっちゃい字積水って書いてるから、まあ家系やろね、きっとの両面テープを使っています。これなら汗にも対応する。もう生地が傷むぐらいの強力さなので、まあ皆さんそれぞれ好きなタイプの強力な両面テープと出会ってください。そして両面テープを貼っているのをこう貼るんですけれども、例えばね、クリアファイルとかに貼るやんか、そしたらもう取れへんとかね、もうわねねねねバーンって取れない。で、それとか、なんかペラペラのビニールのものにつけると、もうビニールが破れて、こっちにビニールがくっつく。もうある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 、わかるわかる。あるやろ？だから、この断面図を利用したのが、これちょうどいいねんて、ほんま。剥がしやすい。貼っても落ちない。で、長いこと貼ってても取れるね、めくれない。もうぜひおすすめです。あ、ボーラーズストリートカップのワッペン2016優勝したやつそれだけそれだけですけど、もう販売してないけどね、これ持ってる人ね、大切ねで、まあ、写真を入れてその横にワッペンを貼るなんていうのをおすすめしております。このチームララワッペン帳、ぜひどうぞ。まずプロワッペンを貼るよね。いつも私は貼ってます。左胸の上って決まってます。これ多分左利きの人もこっちやんね。こっちかな、違う違う、こっちやんね。多分左胸の上って決まってたはずなので、私がいつも貼る、今日ユニフォームちゃうけど、それからスタバボールのフタバボールさんのを貼りますよね、やっぱり。今私フタバボールさん3種類持ってて、背中にもネーム入れてますけど、前でもね、わかるように。それから ABS さんでしょ、
これね、結構難しいんでしょ、まっすぐ反応。はい。そして2016チームうらら会員賞ワッペンです。あ、紫にしようか。さっきピンクしたから。ほら、このさ、バランス具合がいつも難しいねみんなだからプロボーラーの皆さん、こう鏡、私ここちょっと今モニター見てますけど、鏡を見ながらね、こうどういう風にしたらバランスがいいかっていうのを見ながらやってますよね。あともう一個はランクシーカーさんのワッペンね。今年1年はまずランクシーカーさんをみんなに知ってもらおうというプロジェクトに参加していますので、右手につけてます。なぜならカメラが右側からの方が多いからですこれは実は4種類もありまして、じゃん、あげませんまあこれはね、いずれ、まあ、もしかしたらみんなもつけれるようになるかもしれませんから、楽しみに待っていきましょう。こんな具合でやってます。よくね、あの選手のみんな投げる前にさ、こうやってやってるの知ってるやろ。だって投げた後とかにもこうやらへん。これ何ってよく言われるんですよ。ワッペンが落ちないか確認してるんですね。まあ、投球中に落ちることをたまにあって、あのファールの向こうに落ちてしまったら、自分が取ったらファールになるから、他の選手に取ってもらわないといけないでしょ。やっぱりご迷惑もおかけするし。で、私たまにあるのが、知らん間に落ちてたワッペンがボールにくっついてるとかさ、落ちたワッペンを踏んで靴の裏から出てくるとかよくあるんで、やっぱりつけなければならないし、落ちてはいけないとなると、投げる前に一瞬こう確認するっていう選手の気持ちはよくわかりますね。なので、まあプロボーラーだけでなく、最近たくさんのワッペンを皆さんに貼っていただけるようになりましたから、ぜひこういうのを使ってユニフォームをカスタマイズしてもらいたい。一番思うのはちょっと雰囲気変わるでしょ、色のワッペンをつけると。あのうちがやってるボーラーズストリートっていうユニフォームの監修してますけど、主に作る生地メインはやっぱり黒にしてるんですよ、無地とかね。でそれにこう好きな色のワッペンをみんながつけてくれると、ちょっとピンクっぽく見えたり青っぽく見えたりと雰囲気が変わるんじゃないかなと思って、そういう風な趣向を凝らしてやってますので、ぜひワッペンもお楽しみください。他にもワッペン紹介しようかな。あ、これみんな持ってるんじゃない、チームうららもううららうららうるさいはなってきてる。付き合って寛大な心で付き合って一番最初チームうららっていうファンクラブの会員証だったの、この形コンだったんですよ。で1年間で終わるはずだったんですけど、すごい人気だったから、最近はピンク、紫、ブルー、黒、白といろんな色で、でこのナンバー352のところが前は2013ってやったんですけど、会員証じゃなく定番のワッペンとして販売するようになったので、私のライセンスナンバー352番が入っております。それから背中に貼る ABS の予備、あのユニフォームでたまにね、ネームなしのユニフォームをパッとその場できないかんような時があるんですよ。で名前と双葉ボールさんだけ入ってて ABS さんが入ってない時、あの ABS の背中のネームって持ち込みワッペンなんで、 ABS さんからワッペンをいただいといて、まあ、自分で貼るみたいな、あのボーラーズストリートで作ってるユニフォームを着るときはそうです。 ABS さんのユニフォームを着るときは ABS さんがあらかじめネームと ABS と最初から入れ込んでくれるんですけれども、双葉ボールさんのユニフォームには持ち込みなので、もう汚いけどこれを保険でね、必ず忘れないように持ってますね。あとはやっぱり優勝した時のやつ ありますよね、ワッペンとか、あのグリコセブンティーアイス優勝した時の選手賞とか、なんかそういうのにも使えますよっていう。あ、もう一個あった、ここにグリコセブンティーアイス2勝してるからこれJPBA50 周年のワッペン、あ、プロワッペン、これあれを前、この前も説明しましたけど、ゴールドね、自慢のゴールド、 AQ 以上、今日はワッペンの説明でした。今度みんなが何貼ってるかチェックするから、一緒に楽しみましょう。
ありがとうございました。